野獣狩りは1973年に東方系で公開された日本映画。主演は藤岡博史。歩行者天国でにぎわう銀座船木明は若手刑事。正義感が強く、不正が許せない性格が災いし、上層部とはうまくいっていない。父の長太郎も同じ職業であり、父は息子が危なっかしくて見ていられない。 出稼ぎ労働者の殺人事件を見逃す上司に、憤き通り、殴った民を悟す長太郎であったが、名は刑事を辞職する決意を固めていた。そんな時、ポップコーラ会長が誘拐され、黒の戦線を名乗る犯人グループから、犯行声明とコーラの現役の秘密を公表せよという奇妙な要求が届く。単なる営利誘拐ではない要求に、警察や、 ポップコーラ社員が振り回される中、メイは犯人に軽い共感さえ覚えてしまう。しかしポップコーラのアメリカ本社は、企業の生命線である現役の秘密を明かすことを拒否するよう指示を出し、日本本社は身の代金を支払うことを条件に、社長の解放を提案。身の代金の受け渡し役に民が指名されてしまう。歩行者天国で賑わう銀座をひたすら走るメイ。 犯人は警察の張り込みに気づき、民を人質にして、国電を乗り継ぎ、逃げる。追いかける父、長太郎。袋工事に犯人を追い詰めたものの、銃を捨てざるを得なかった。犯人は電車内で民に手錠をかけて、身の白金をまんまと奪って逃走する。一刻の猶予も許されない中で、民と犯人グループの最後の戦いの火蓋が切られた。ありがとうございます。